山口県立徳山高等学校は、山口県周南市首郎町に所在する公立高等学校。通称は徳、徳校。全市旧生山口県立徳山中学校。山口県立徳山西高等学校。旧生山口県立徳山高等女学校。山口県立徳山東高等学校。山口県立徳山高等学校。過去には4番、5番も、あったが、 現在は失われている。その他に、応援歌、山は、木山と生徒か、厚い血潮があり、野球応援をはじめとした各種学校行事で歌われる。個々の学力向上と進路実現に向けて、2000年度からは2学期制を導入している。総合的な学習の時間には、先駆け講座という進路指導を行っている。先駆けとは、 本高校校歌2番の歌詞より取られている。人権教育を大切にしており、生徒の心の育成を指導している。昨今では、授業時間確保のため、行事を縮小する、進む学校が相次いでいるが、山口県内でも最大規模の学校行事が毎年9月に開催される。大運動会と特攻祭のいずれも企画、立案から実行委員を中心に、 生徒主体の運営が行われる。年間5回行われる定期テストの最終日には、習慣的に生徒会が企画するボランティア清掃活動が行われる。部活動では、運動部が14部、文化部が18部あり、各部ともに、県外外の大会で優秀な成績を収めている。二千五年度、山口県高等学校選手権大会では、県内の学校別総合成績第二位で、 スポーツも盛んである。中でも女子ハンドボール部は全国高等学校総合体育大会2度の準優勝に輝いている。公式野球部も1987年の第69回全国高等学校野球選手権大会への出場経験もある。運動部文化部通学生は電車、バス、自転車、徒歩等様々な方法で登校できる。自転車通学は 基本的に制限はないが、学校の許可が必要である。しかし、電車に乗って駅から自転車に乗って通学することは、事情がない限り駅の駐輪場のスペースの関係により禁止になっている。同窓会は、応援歌に由来し、基山会という。木山とは、徳山高校の北側に位置する山の名前である。職域別、 地域別にも同窓会が置かれており、山口県内外に多数の人材を輩出している。累計卒業者数は35,604名。政界放送会実業会学会文学芸術スポーツマスコミその他。ありがとうございます。